こんばんは、ソカ塾の久保です。 4月7日じゃないやなんだっけ47歳か全然違うねえ真之木くんねほんとメッセージありがとうございます今日は、えー、思い返せばねいろいろと考えることがあるし胸が熱くなることもね何度かあったかなと思いますまあその中でもねあのー、まああの温水器の営業でうまくいって焼肉をねおごってもらった時あんなにね楽しかった日はないなと思いますよねあの日っていうのをこれからね人生の中で何百回何千回で焼肉食べるけど食べるたんびに 思いいしまますねこれからもずっととそうだと思いますで今日のメッセージとしてはねあの実はねあの種明かしというかあの今日47歳という記念日に椎貫くんにね打ち明けたいことがありますこれはねある意味椎貫くんへのプレゼントであり椎貫くんから教わったことしかもものすごい大事なことを私は椎貫くんから教わり続けていますこれをね忘れないでくださいそれは何かというとですね あの今私は多少ね多くの人の信頼を集めて多くの人から頼りにされて多くの人に貢献する場を与えられて、えー、YouTube で、えー、放送すればあ何百人とかね多い時には何万人っていう方が見てくれるようになりました本当にありがたいいと思いますでもですね何百人何千人何万人のファンを作ろうとも一人を作れなければいもう100人1000人1万人っていうファンは作れないんですよ。 だからどんなに、ね、有名なユーチューバーさんでもインフルエーサーさんでもアフィリエーターでも最初は1人なんですよね。で、これ何が言いたいかというと私久保哲郎にとって速果塾にとってその1人まずこの1人を徹底的に追求していこうと。うん、人生を共有していこう喜ばしていこうと真っ正直にこっちもぶつかっていこうそしてどこまでもねこいつに付き合っていこうと、うん、思ったのは誰かってことなんでですよ。もう別れこ,こまいったら。これは、C、のキャッサーですよ。 椎名木君に教わったことっていうのはこの椎名木安を一生でもいいからこの久保哲郎にもう圧倒的な信頼を寄せてどんな時でも辛い時でも喜びでもね悲しみでも全部を共有していこうとそういう丸ごとの精神でぶつかっていけば多分彼はあの何があっても。 来てくれるんじゃなないかなと苦しい時ほどこっちに振り向いてくれるんじゃないかなそれこそ家族というね関係にふさわしいぐらいの感情を持ってくれるんじゃないかないや逆に言うとこの、C、の木をどうもでででききななないいんんんだっったたら俺の人生はないなと思って、まあ、取り組んできたんですよね、うん、そういう意味で言うと、まあ、年齢差もあったと思うし出会いのパターンもあったと思うしそれからね、まあ、適度にビジネスがうまくいってないこととかねそれからうまくいった時の肝心な時にいつも一緒にいたっていうね うん、こ,れこういう運命とか偶然っていうのも全てね必然として、えーまあ、用意されていたドラマなんじゃないかなと思いますさあここまでいって何を感じたかってことなんですけども、まあ、私はね篠城くんが親父みたいな存在だって言ってくれるまで、えー、今みたいな感情ははっきり言って意識してなかったこれ前からの親父みたいだって言ってくれたよねだからその時まであんまり意識してなかったけど、うん、確かになと確かにもう50になろうとする人間がね えー、やっとこれから30歳になろうとしているものとも比べたらこっちから見ると自分も若いつもりなんで同年代みたいな感じで付き合ってるけども冷静に見るとそうだなと親父と思われてもおかしくないし、えー、例えばね、あのー、人気映画とか見るとこの年の差は確かにね兄貴みたいな感じで射程が来るみたいなねあの南の帝王でも、あのー、なんですかね萬田銀次郎と射程の何,何とかがいるよねあの関係ってのは兄貴みたいな感じでおおみたいな感じじゃないですか。 あそういう関係でもあるなとか思うとね、うん、あの家族のような友人のような親子のような同志のようなライバルのような何とも一言では表現し,しにくいようなねそんな貴重な、うん、存在なんだと思うんですよお互いに。うん、で適度にうまくいって適度に挫折して適度に失敗して適度に戻ってきてくれてっていうことを考えるとねうんまあ私としても。 切切っても切れなない縁だなと。おそらく自分の人生をね、うん、総括する上で50歳に向かおうとしてるこの自分の人生を総括する上にじゃあどんな男を思い出すかっていう時に篠吹君は間違いなくねトップ3に入るんですよ。久保哲郎、男烈然、うん、俺が精神を傾けた男。 トップ3のうち3人入ります。3人のうちの1位なのか3位なのかちょっとそれは分かんないけども残りの2人っていうのはビジネスでで出会った人間ではありません、えー。大学の時に出会った人間とかねそれからあサラリーマンをしていた時に出会った人間そして自分が独立して初めてこの人間一人にかけていこうと思ったのはこれ椎名木くんなんですよねこ,これがねあの今日種明かしをするとそうなんですよずっと前から思ってましたどんな時でも椎名木発があるっていう存在がここにあってね 椎野樹靖ルが久保哲郎を見た時にがっかりしないような人間を自分でも作っていこうっていう意味でいつでもね追いかけてくれるようなそんなね椎野樹君から見ると後ろ姿背中を見せないといけないなと思ったし、えー、どんな時にでもねやばい時ほど強気でね立ち向かっていくとそして一人一人ここ個人か孤独であることを追求し続けて孤独になったのに逆に多くの人とつながる場を持っているっていうねこのねドラマチックな矛盾。うん、そして 自由を手に入れ経済的な自由を手に入れてどこまでも人にね尽くしていく姿を見せることそれが多分椎木君をずっとね久保哲郎への信頼を結びつける一つのキーワードなんじゃないかなと思うんですよこれはね椎木君をどうこうするよりももっとね難しくて効果が高いところだと思うんですよより多くの人を喜ばせるそれから即可塾っていうものがいつの間にか今世界14か国ですよ 世界14カ国そしてミスターマイアミさんみたいなのは3ヶ月前7月に入ったんだけどもむちゃくちゃ熱心に独立まで今度するんですよねすごい変化して高知に帰って作り酒を継ぐとかまでうそしてそっか塾のノウハウを生かして自分は家族をこれからね50歳以降の自分の人生で食わしていくんだみたいなねそんなエネルギーを持ち帰ってくれるミスターマイアミさん、うん、それをねえ篠木くんが多分自分のことなのように喜んでくれると思う。 で篠城くんはね残念ながらお父様とかねそれから身近なおじさんとかを亡くされて、えー、自分がね上上を見上げたた時にあの追いかけるべき男がちょっと、ね、減っと減んですよねでも久保哲郎はちょっと君臨し続けてねで篠城くんが何かに迷った時とか決断を責められた時とか頭を痛めた時とかねそういう時に「あ俺には久保さんがいるんじゃないかよしこういう恥ずかしいところこそ久保さんに見せていこう」。 こういうやばいうう時こそ久保さんにぶつかっていこううまくいった時も久保さんに報告しようみたいなねえそんな男になってやるぞみたいなねエネルギーをずーっといただいてます私は勝手にね勝手に「おしこのかっこいいところをシーノに見られても大丈夫だろうこんな恥ずかしいところをシーノに見せらんねえぞ」みたいな、ね、感じでねえこれはね和田直樹でもなく藤井猿 FP でもなく他の誰でもなくねシーノ君に向けた私のお人生いくんですよもう完全にでそれが今日ね私が47歳になって初めて えー、一緒に聞くに送るメッセージになりましたね。うん、で、あのー、最近僕がね感じることがあります。それはねやっとねいろんんななものを本本気気ででで行動してて話せるよようになってきたんですよ誰の目も気にせずにどんな人とのやり取りも関わらずに人の目をはばからずにねもちろん悪いこととかをしようってうんじゃないですよ正直に自分の考えを言ってみたりとか正直に自分の思うままに行動してみたりする時にもう誰のことも気にしなくなった。その時にね 喋っったたり動いてるるににななぜかね涙が出よようになったんですよ感情がものすごく動いてる時に感動して溢れてれくるんですよねこれはあの令和新選組じゃないや令和新選組の山太郎さんもそうかで N 国党の立花隆さんもそうだしあのなんか世界を変えるスピーチのね鴨頭さんとかねあの人もみんな同じこと言うんだけども涙が出てくると本気で自分が何かを言ってる時本気で何か自分が行動してる時にあふれてくるものがあるんだっていうふうに言うんですけども、えー、と私もねなんかね そそんなな気持ちやっととの境地に達してきたかなと本当にこの人のために生きてるなと思った時にもう感情が押し寄せてきて「もういいぞ」と「もう今日人生の終わりだよ」って言われても「いやもう何にも後悔がない」と「本当にねできすぎた自分の人生だっありがとう」みたいな感じを一秒一秒刻んでるなと思ったらねもう何にもね後悔することがないしこれ以上求めるものもないなと思うんですよね。で求めるものがないって言ったらねまたね進歩がなくなるみたいだけども自分の感情が常に満たされて次の日はもっと満たされるんですよ。 自分の感情がね、膨らんだ分だけすぐ満たされるみたいなね。うん、だから、渇望感がないんですよ。足りないぞと思うことはない。もっと売り上げ欲しいぞと思うこともない。もっと与えていきたいと思うし、もっと言ったらね、私の YouTube のこの媒体力とか、私の資金とかね、私の知恵とか、これ全部みんなのものだって今思ってるんですよ。みんなのものね。だから、どこに行くときも、誰に呼ばれたときも、旅費をくださいって言わないんですよ。自費で行くんですよ。だって、この私のね、貯金のお金っていうのは、みんなのものだから。だから、みんなに会いに行くために使うためのものだから。そういうふうな、あ こう思いがあるんですよねでこれからあの例えば何かをね誰かに頼む時とか新之助君にビジネスを持ちかける時とかもうぜ全部ね前払いしかもちょっと多めにいつもいつも先行して払っていくみたいな、うん、それはもうね結果をね信頼,し信頼してるんですよ結果がうまくいかなくてもそれ信頼してるんですようまくいくことも信頼してるしうまくいかなくてもうまくいかない分何かを掴んでくれただろうってことをね信頼してるんですよでそれがですねあの成果が悪かかかったから払えないとか あそれからねちょっとした書面がないからダッシュブルとかそういうものを私はねずっとすごく違和感を持ってましたそういうなんか人の取り決めっていうものに対して決まりがあるから余計に揉めるんじゃないかと私の場合決まりなんていらないとまずはもうどん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 どうぞ使ってくれ使ってくれって感じですよねちょっと話が逸れたけどもそういう思いを持っている相手こそ一緒に何か活動したいしビジネスなビジネスをしたいと何かね売上が出たから分けようねじゃないもうね行動する前にはいもうこれ使ってくれと。 これで時間とかお金の心配ななくくししててまず活動してくるみたいな感じですよら、ねまあ、そういう意味を込めて今度ねインドネシア研修もぜひね椎貫くんにこの久保哲郎が見たものそして感じたもの食べたものを同じものね受け取ってほしいもうそれはねこ,れこっちからのお願いですよ本当に頼むからそれをやってくれと。でえっ、ー、とね 思わずそういうふうな時間をね、取ってしまうことがあれば、これね、日当払ってもいいぐらいです。そういう気持ちであの金額は設定しました。だからね、まだまだ新之木君は、ね、インドネシアなんて行きたくもないのに行かされて、負担かもしれない。まあ、そんなこと思ってないと思うけどね、もし負担かもしれないなっていう心配もあるんですよ、実は。心配もあるんで、えー、こちらのね、あの、私の指示として、会社の指示というよりも、久保哲郎の指示として行ってもらう分には、大いに報いないといけないなと思うから、もうぜひね、研修中には、 あのお渡したお金はもう,もう残らないぐらい使ってほしいなと思いますまあインドネシアって物価が安いんで多分残っちゃうと思うんだけどもうんだからねあのー、この広島から、えー、大阪に行く時とか大阪からあ韓国に行く時これは前回のメッセージで言ってないんだけどもグリーン車が取れるんだったらグリーン車を体験してほしいし、あのー、特等席が取れるんだったら特等席を取ってほしいその分だけの予算を積んでると思うんで是非その辺も自分で計算してねこれは。 体験をしてほしていんですよ体験をね。で、私が体験したものを椎木君んでも早く体験してほしい。これはね、他の誰にもやらせないです、こういうことは。なたなら椎く君が特別だからですよ。まさに私の,あの息子という存在というのを借りるんだったらね、息子にお金を出すのを惜しむ親なんていないじゃないですか。 だからねいろんなことにトライしてもらいたいし椎貫くんがもしねあの何かね学んでいきたいとか勉強したいってものがあるんだったらもう大いに協力するしそのためにね何かかかるコストがあるんだったらもちろん大いに相談に乗ろうかと思いますまあこういうこと言ったら余計遠慮してあの言いにくいと思うんだけどもでもねそのぐらいの気持ちがあるってことなんですよ、うん、だからこれをね今日47歳になって私のね1日目の椎のくんへのメッセージにしたいと思うこの本気でそう思ってるんですよね、うん、で本当に出会った時のこととか それからね、椎木君との思い出で言えばなんかねちょっと変わったクラブに <laughs> 行ったよねなんか夜の <laughs> なんというのか誰か聞いてるかもしれないんで言えないですけどね、うん、なんかろうそく使ったりみたいなねああいう風なバカのはしゃぎ方をしたりとかあとはね、えーまあ、私がね何、えー、かロコフェスの片付けしてる時に。 なんかふらりとねある女性が来てちょっと気まずい雰囲気になったのをねしのきくんが親と思ったでしょ、うん、ああいうところもね私のね言ってみればあの、まあ、弱さであり、えー、悲しさですよ今ではねそういうの全くなくなって払拭されて解決もしたんだけども、うん、でもねやっぱり人間ってのはまっすぐ生きるばっかりじゃないと時にはねよどんだり曲がったり落ち込んだり、えー、倒れたりとかするもんなんですよでもやっぱりいつか 人生ってのは終わる、うん、で終わる時にやっぱりね一つでもうんかったなと思えるものを残しておきたいじゃないですか。でしのきくんにはもう無限のまだねチャンスがありますえー、土地の差が17歳でしょこの17年っていうものをもしね手に入れられるんだったらもう私は何を失ってもいいぐらいですよねでもそうはいかないと過ぎ去った17年この17年差っていうのはもう永遠に埋まらずに私はもうね全力疾走を 100m することができないですよ。 体力もないですよ、うん、ででも怪我をすれば多少はね治りにくいそれからもしかしたら、うん、これからね意欲ってものもどんどん削がれていくかもしれない信じがたいけどもね今のところはそういうのはないけどそう考えたら20代それから30歳になった時の自分のことを想像するともうまあ無限だなと思いますねまだね。でその無限の可能性を持ってると分かっている私がねシの危君に対して「 援助しなないいわけがないですよもうその無限がどこまでいくか私は、ね、見たいあのどこまで行ってくれるのかもしくはどこにも行かないのかもう全てをね、えー、椎の木、えー、安春ドラマとして私はあのちょっとだけねお手伝いをさせていただきたいなと思うところでございます本日は以上ですじゃあまたね頑張ってください、えー、早く会えることを楽しみにしてます